やハロー、どうもこんにちは。アニメリアクション組ことまじ大道芸人浜です。現在4月27日木曜午後2時44分ですね。現在って、はい。ではですね、続き見ていきたいと思います。今日で見終わる予定です。僕は友達が少ないですね。9話 D アニメストアでいきたいと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないところで広告入ってくると思いますので、できれば一回見ていただいた後で、あのシーンではこんなリアクションしてるんやなっていうのを確認していただければと思います。お願いします。いきましょう。3、2、1スタート。冷やし中華か、マヨネーズのとことはうまそうやね。誰よず全員水着じさん。せなや。よだれ。ハハ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 。自分今んとこセナが好きですね。セナめっちゃええわ。ツンデレなんかな。デレはないか。ツン…なんやろな。ね、悪役…悪役令嬢20ってと実況の遠藤君と解説の小林さんの中でね、ツン切れっていう単語が初めて僕は知りましたけども、ツンなんやろな。これちょっと小鳩にだけメロメロなんもまあおもろいし、しかも嫌われてるしね。あの携帯手に入れた時が可愛すぎて、で最後のあのマジ泣きがね可哀想やな思ってね。あれは7話か。前回はあれか、あのみんなでリュウグウランド行ったけど人用意して2人帰ってもうたんやったね。リカと夜空が帰ってもうたんやね。理事長は水槽が切ない。何は囚人服。いや来てるやろな。まあまあ
いいんじゃない。まだちゃんと世話してるのね、雪村が。アシュタルトって言った？うんこ吸血鬼。クククククク。ここのバトルもおもろいね。クソが。プライベートビーチか。な、ここサムネイルや。ブルジョワってどういう意味やろね。せなええ子やな。普通に夜空を嫌わへんのが。ほう、マリアも一緒に行くのね。背中。おるな後ろに。あ、上か。中で登録してんの？肉。
軽快な劇版やな。この先真打ち。すげえな、玄関からどんだけあんねん。カントリークラブやこの。ハヤトっていうな、親父。執事、あ、次女か。天馬ね。ペガサス流星剣や。ペガサスなんや。流星剣や。あ、これがステラか。カレーこれがステラか。カレーってなんね、ほんで。カレーのステラ。あ、シグマ。シグマリカね。執事じゃねえ。キヌシマミチルとザックみたいだね、これ。あのプラスチックメモリーズね。梅干し？あ、ラー油か。食べるラー油やね。試してんのか、これは。八時発やそんな田舎なの、ここ。
ガウンじゃないかこれ。寝てるやん。中二やね。一緒に風呂入らんかっていうんじゃない？早い。ウサインボルトか。早いな。あの佐々木健介に6秒で負けた小原道義か。弱すぎるやろ。あ、そのまま寝れるの？付き合い玉え言うて速攻寝た。そうか、名前だけどステラって誰言うたけど。ユニバース裸のまま外に。ユニバース、部屋なすみれやね、ギャラクシーみたいな。最悪やそれ。変なやつしかおらへんのかこれ。友達なんだからここ。
ほんまに何をしたいん。そういうことにしたのね。優しさを見せたな。ハンサムや。キス貴様。ステラほんまに使用人かこれ。ああ。さあなんて返事したんやろね。本当に本当に本当だ。月曜部活2時了解かな、うん、ステラが、あ、ステラが柚月涼香さんやね。で、沖合亮太さんね。ペガサス。まさかあれでペガサスだったとは。高山勝子さんってほんまや、実写撮影って書いてあるわ。シーバートないね。合宿はみんなが出ない。よし。はい。わろた。まあまずね、まず冷やし中華がうまそうやった。で、まあ呼ばれて部室行ったら、あれ囚人服よね。で、馬の、昔持ってました、あの馬。なんで買ったんだかな、忘れましたけどね。めっちゃ昔、20年ぐらい前から持ってたの。もうあの背中、あのこの馬の覆面でビンタかれて痛い言うたのが、あとここに歯が立ってた。めっちゃおもろかった。まあとりあえずあれね、まあ水着を、夜空が水着をそんなに露出、肌を露出しようないなら、プライベートビーチ行こうかってことで、とりあえず合宿が決定だね。セナのプライベートビーチでね。でペガサスさんに挨拶行くってことで行ったと。まあそこで分かったのは、まあ親父と、ハヤトね、とペガサスさんは
まあ親友やからこそ俺たちを託してくれたんだろうってことで、親父同士は親友やと。だけどね、親父はクズなんかじゃないってちょっと切れたところ、親父のこと好きなんかな小高は、うん、でまあそのね、瀬名がこの小鳩に嫌われるのがおもろいねんけど、ちょっと懐いてあげてほしいな。ちょっと風呂で何されたか分からへんけどね。まあほんでまあ全裸見られたものの、やばい飲んでたし覚えてへんねんっていう優しさを見せる。なぜ小高にこんなええやつなのにね、友達ができへんのか、それからモテへんのか、もう私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いですね、これね。やけど、うん、多分8話でも7話でも言ったと思いますけども、この部活メンバーは友達じゃないのか。ここ友達でええやんと思うけどね。そもそも1話で部活やったら部活のメンバーで友達になれるよって言ってたのに、なんでこの内部で友達という認識がないのかっていうのが、まあ未だ謎です。うん、はい、まあまあということでね、ペガサさんもなかなか良かったけど、ステラが良かった。ステラがとにかく良かったわ。あれ使用人であんなやったら普通怒られるぞ。怒られるしクビになるやろ。まあ面白いですね、ステラさん。ちょっと注目キャラかなと思います。はい、以上、僕は友達が少ない9話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介タイムになりますんで、興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやっております。普段はやればできる、これを伝えたくて、やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約3年2ヶ月仕事がまともにございません。今月も仕事は1本だけでした。3月3日までには48連休を経験。10月以降はインボイス制度というものがスタートしますんで、さらにピンチに追い込まれます。まあどうやってね、生活していくんでしょうか。そんな不安の中でアニメのリアクション、一応自分なりに毎日頑張っているつもりですけども、残念ながら去年の4月の25日にもうあまりにも再生数が2桁しかいかず、チャンネル登録も全く伸びずということでね、メンタルが粉々に打ち砕かれて、もうリタイア動画を出したんですけども、やめますとね。ただ多くの方の声援、これをいただきまして、結局1日も休まず今日まで1127日ずっとやってます。ただし、一昨年の8月18日から2020年の4月頭にかけて、約1年5ヶ月も過ぎて2000本以上のリアクションの動画が自らの手で削除させられております。まあそんな悲劇を乗り越えてやってますけども、13年以上使ってるこの本職のパフォーマーとしてのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に新たに本職のチャンネル立ち上げてます。ぜひこっちの応援もお願いします。毎日19時に1本だけ動画投稿します。 URL を説明文に載せてますんで、ぜひですね、1本でも再生していただいて、高評価チャンネル登録いただけると大変助かります。ちなみに再生数が2桁しか取れず、チャンネル登録まあ伸びず、これ未だにずっとです、ずっとです。ゆえにもうしんどうでしゃあないんですけどもね、もうメンタル奮い立たして気合と根性だけでこのアニメのリアクション続けてますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。もちろんアニメは楽しんでますよ。はい、ということで、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめるので、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション職人ことマジライド芸人浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。